雲一つない、快晴となりました。開会式1時間半前の、草薙運動公園です。球場の向こうに富士山が見えます。球児たちもだんだん入場行進に向けて集まってまいりました。静岡の夏、いよいよ始まります。おーし、なさって信志チャンネル。ただいまより一般財団法人静岡県高等学校野球連盟並びに朝日新聞社主催第105回全国高等学校野球選手権記念静岡大会の開会式を挙行いたします。選手入場。こんにちは。いよいよ高校野球の夏が始まります。動画の冒頭ね、開会式の様子、掲載できたと思います。まだこれは朝なんですけど、はい。今ね、配信のルールがあって、いろいろ声での規定がありますから、まあ、一般の方は結構いろいろ出しちゃってますけど、私は曲がりなりにも高校野球にお世話になった人間、高野連の方にもお世話になった人間ですから、そのルールはきっちり守りながらね、配信していきたいと思ってます。今日はね、一般のファンでスタンドに来れなかった、開会式を見れなかった方のために少しでも、そういう雰囲気を味わっていただきたいなということで、冒頭の動画ということになりますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。来週から、試合が始まりますから、また同じようにね、いつもと同じように、ゲーム見に行って感想とそういうのはお話しさせていただきたいと思います。それとね、掛川の、野球塾はベースボールプラザ掛川さんというバッティングセンターさんで、敷地をお借りしてやってます。1時間は外のグラウンドで、1時間はバッティングセンターの打ち放題というのをつけてもらった2時間の野球塾です。水曜日土曜日に、前後半分けてね、まあ、4コマに分けてやってます。実はね、この夏休み特別企画ってことでね、学習塾でも夏季講習なんていう言葉がありますけど、それに近いんですね、野球版夏季講習。ただし今年はね、夏休みの間はね、ちょっと無料でやってみようと思うんです。でも申し訳ないですが、対象者がいます。中学野球を引退して高校野球を目指す中3年生限定です。私、水曜日と金曜日に、野球塾ありますので、それが夜の8時に終わります。8時から9時までの1時間、バス線は今回はなしです。外練だけなんですけど、私もともと高校野球の指導者、まあ、監督もやった人間です。進路の相談なんかも多少はお聞きすることはできます。学力とか野球の実力でこういうふうに考えてるけどどうだろうかって、そういうご相談にも乗れると思いますから、夏休みの間5週間ありますんで5回計画しました。5回全部来てもらってもいいです。来れるとき、内容を見て面白そうなとき、1回でも2回でも結構です。もしよろしければね、ボールになれるでも結構ですし、野球を教わるでも結構ですし、進路の相談をちょっとしてみたいでも結構ですし、何でも結構ですので、また夏休み限定、5回限定ですが、私の野球塾にちょっと遊びに来てください。やってみてね、人数が集まりそうだったら、継続的に水曜日土曜日秋以降もやっていこうと思います。それは野球塾としてやっていこうと思いますけど、とりあえずお試しで、私自身も試してみたいんで、中3の子とちょっと出会いたいなと、また高校野球部で楽しみも増えますんでね、そういうようなことでちょっと計画してますから、とりあえずベースボールプラザさんにね、張り紙してありますんで、またちょっと見てください。で、入り口のところに、入ってすぐのところに私のチラシがあって、それはお持ち帰りいただけるチラシなので、
そこに詳細書いてありますから、ぜひまた持ってってください。先日ね、本当に公式ボールをものすごくいっぱいちょっと寄贈していただいた方がいて、それで実はこの企画を思いついたんです。公式ボールこんないっぱいあるんだからね、中3年生呼んで高校野球の準備するような野球塾もやっていいかなって、そう思えたのは実はボールを、寄贈してくださった方がいたからです。こうやってね、いろんな方のおかげでいろんな展開が生まれます。何も計画した通りに物事が進んでるわけじゃなくて、そういう、ありがたいね、支援のおかげでこういう企画も思いついたし、こういうことやってみようと思いました。土曜日、水曜日は滝川の橋。いいよ、戻っていいよ、首が危ない。だからブリッジできない人ほとんど手足はできるんだけど手の方が、はい、真似してくれ。はい、そしたら僕らは、はい、同級生こっちです。まずちっちゃい子たちはここでバッいいよそうそう、はい、180度開いて、これが縦線じゃすごいなって開けで、これできたら前足の方を直角にしていいよ。これで後ろ前でたまたまで、おお、昨日、掛川のぶしって掛川で野球塾やってるんですけど、4歳2ヶ月の子が体験来ました。今までも4歳の子っていたんですけど、4歳2ヶ月は最年少ですね。4歳ぐらいの子って初対面の人には喋りません。うなずくとかそういう感じ。でもだんだん3ヶ月だんだん時を経ると喋ったり笑ったりするようになります。入塾検討されてる親御さんにいつも私聞くんです。なぜ今ですかって、こんなちっちゃい時ですか、それがなぜ野球ですかって必ず聞くんです。野球上手になることも大事だけど、やっぱりね、外に出て体を動かす、友達と触れ合って揉まれる、そういうことを望んでおられる方が多いです。その方法としてたまたま野球があったという感じの方が多いです。私もそれでいいと思います。
私の野球のモットーに3の2でよ、球と遊ぼうっていう言葉があって、 T シャツなんかにもさせてもらってます。あの PL 学園の昔の中村監督に一筆いただいたんですけどね、それはどういう言葉かっていうと、あの野球はプレイボールって言葉ありますけど、ボールと遊ぶんですよね、そういう感覚でいいと思います。それは初心者だからじゃなくて、大きくなってもその昨日の4歳2ヶ月の頃のように初めてね、ボールとバットもで遊んだ初心を忘れずに、なかなか途中で辛いこといろんなことあると思うんです。好きで始めた野球だけど、なんで俺は野球やってんだって、そうやって思う時だってあります。でも原点としては、外に出てボールと遊ぶっていう、あの小さい頃のね、原点を忘れずに野球をやっててほしいなっていう、そういう願いの言葉なんですけど、はい、私も昨日の体験のこう見ながら、また初心に戻らさせていただいたなと思ってます。